日本の国土が中国国にに無制限に買われている。日本の国土は金さえあれば外国人でも無制限に買うことができる制限なく国土を外国に売り渡す国は日本だけ日本を侵略しようと思えば金さえあれば日本の領土は侵略しようとする国が合法的に所有することができる 日本を侵略する意図を持っている国は国土の中心から離れた場所から日本の国土を購入している北海道は北海道の面積の1割程度が中国資本に買われている交通の不便や人口の少ない集落が丸ごと中国資本に買われている人の住んでいない森林や山が中国資本に買われている何のために中国資本は 人の住めない場所を買うのか。北海道に中国人の独立国でも作るつもりなのか。北海道の一部に中国人の独立国を作る程度ではなく、北海道そのものを独立させ、中国の自治区にするのが最終的な目的なのだろうか。日本政府は日本の領土が変われ続けているのに、何も制限をしようとしない。国土が失われているのに、 見ててないいふりをしている北海道だけではなく対馬の不動産が韓国資本によって買われ続けている対馬は韓国人の観光客が落とす金がなくては経済的に疲弊してしまう対馬の住民にとっては韓国資本に対馬の不動産が買われ続けることに不快感と危機意識を持っていても対馬の経済のことを考えると 韓国資本を追いい。出すこともできないしかし制限なく対馬の不動産が買われ続けると対馬は合法的に韓国の島になってしまう日本国政府は国民の生命と財産を守るのがその第一の存在意義である国民の生命と財産を守れないとしたらそれは国家ではない日本国は実は独立した国家ではない 国民の生命と財産を守るどころか、悪意を持つ諸外国の前で、裸体で横たわっているのが日本である。日本は彼らに蹂躙され続ける。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、お願いします。